6MGT および 8MGT は、デュワグとアブが製造した路面電車車両。車内の大部分が低床構造となっている超低床電車である。1990年のカッセル市電向け車両以降、西ドイツの鉄道車両メーカーであったデュワグは、付随台車に車軸がない独立車輪式台車を用いることで車内の多くを低床構造とした。 部分超低床電車の MGT6D の製造を進めていた。同じ頃、マンハイムやルードビヒスハーフェンなど、ラインネッカー大都市圏で路面電車を運営する事業者も、従来の高床式電車に代わる新型、超低床電車をデュアグに発注したが、これらの路面電車路線では輸送力を確保するため、 複数の連接車による連結運転や当時世界最長の5車体連接車の運用が行われており、MGT6D ではこれらの車両と比べ収容力が不足していた。そこでデュワグがアブと共に開発したのが 6MGT8、MGT である。3車体連接車として製造された MGT6D と異なり、6MGT や 8MGT は、 台車がないフローティング車体を挟んだ型運転台の後、車体、7車体連接車である。全長は 6MGT は29.2メートル、8MGT は40.5メートルで、後者は製造当時世界最長の路面電車車両だった。また設計の際には、車体構造そのものも大きく見直されており、車体幅は、 MGT6D の2 3 0 0ト、mm、ルから拡大した2 4 0 0ト、mm、ルである。中間車体は床上高さ3 5 0ト、mm、ルの低床構造となっている一方、手伝動機を搭載した動力台車が設置されている前後車体は6 0 0、mm、トルで両車の間には一段の段差が存在する。この動力台車は車軸を有する一方で台車の回転軸は存在せず、 曲線通過時などの走行特性に難が生じている。1994年から1995年にかけて5車体連接車の 6MGT が64両、7車体連接車の 8MGT が5両製造され、マンハイム市電をはじめとした以下の路線網に導入された。そのうち、 ラインハー鉄道に導入された 8MGT については、後年マンハイム支電やルードビヒスハーフェン支電での運用に転属しているほか、6MGT の一両については2003年から2007年にかけてボンバルニアの新型制御システムの試験に用いられている。マンハイム支電など、ラインレッカー大都市圏の軌道交通を運営する、ラインレッカー交通は、2017年に、 チェコのシュコダトランスポーテーションとの間に新型車両のフォアシティスマートを導入する契約を交わした。2028年までに80両が納入される予定で、これにより 6MGT8MGT は全車置き換えられることとなっている。デュアーグが参加したコンソーシアムが受注した路面電車車両のうち以下の車両は 6MGT8MGT をもとに、 設計された部分調停省電車である。ありがとうございます。